養状体とは、植物や藻類の体の仕組みの一つで、根、茎、葉に分かれていないものを指す。ただし、抗義の場合と競技の場合で、内容は大きく異なる。競技の養状体とは、より複雑な構造を持つ群を含む分類群の中で、扁平な膜状、あるいは、それが枝分かれしたような構造のものを指す。最もよく使われるのは、苔植物であろう。 ジャゴケの植物体典型的な養生体コケ植物は、基本的には、茎と葉のような構造の区別がある。これを形容体という。しかし、ツノゴケ類とタイ類の一部では、平らな帯状で枝分かれしただけの、早茎のない構造が見られ、これが養生体と言われる。タイ類の場合、その大部分は、茎と葉の区別がある。形容体であり、ウロコゴケあずなの二股ゴケ目。 ゼニゴケや甲のものが養状態である。この類の養状態は、普通は副肺に扁平なリボン状で、多くは二股分子をする。畑ゴケなどでは、養状態が短く詰まって、円盤状の植物体を形成する。その構造は様々で、二股ゴケ目のものは白膜状で単純であるが、ゼニゴケ類のそれは複雑で、複数細胞層からなり、内部には気質などを持つ。 両者ともに茎にあたる中軸が明瞭なものも不明瞭なものもあるが不明瞭であってもその存在は伺える。大抵はその仮面に過根を出し、気質に付着する。成長はその茎の先端部で行われ、分子もここで生じる。なお、葉状態であっても一部に葉を持つ例もあり、例えば蛇ャゴケは裏面の中軸に沿って臨片状に葉が出る。ツノゴケ類はすべて葉状態である。 その構造は、外見的にはややゼニゴケ類に似るが、内部構造は、より単純である。ただ、苔植物における茎や葉に見える構造は、カンタバ植物のそれよりははるかに単純なものである。肺具体と胞子体の違いもあり、これらを同じものとは考えられない。そのため、苔植物は、新生の茎や葉を持たないとの判断から、 コケ植物はすべて養状体とする判断もあり、これは、下記の講義の用法となる。地類においては、樹脂状、白膜状など様々な形態のものがあるが、白膜状で裏面の花根状のもので気質に付着する構造のものを養状体と呼び、そのような地類を養状地類という。種子植物においては、ほとんどすべてに根、ね、茎、葉の区別がある。一見、 それらのどれかが見られない場合でも、どれが退化している、あるいは欠落しているといったことが判別できる例が多い。例えば、川ごけ草はやや銭ゴケに似た植物体を持つが、この部分は根であり、小さいながらも茎と葉が区別できる。ただ、浮草科のものは特別で、円盤状の葉から根が出たような姿である。この葉状のものからは、新芽も花も出るので、 歯であるとは考えにくいが、茎であるとも断定されていない。そこで、これを養状体と呼んでいる。講義に用いる場合、この言葉は、藻類、菌類すべての栄養体を指し、菌管場植物すべての植物体を表す言葉で、ある。つまり、ん多束植物以外の植物は、すべて基本的に根、ね、茎、葉の区別がないということから、こう呼んだものである。 したがってそれが指す対象は極めて広範囲であり、単細胞、細胞群体、群体、多細胞子状体、多角体、近視体、単純な多細胞体からかなり複雑な多細胞体までのあらゆる構造を含む。したがって、ある意味では、この言葉そのものはもはや特定の構造を示す意味を持っていないと言っても良い。使われ方としてもその構造を説明するためよりは、 例えば、〇〇のサラスは、このような形であってというふうに、代名詞的に用いられる場合が多い。したがって、サラスを、養状態と分けするのではなく、場面に応じても、もダあるいは筋体などと訳した方が分かりやすいことも多い。ありがとうございます。